どうも、素敵な山の話です。今回は JR 上野原駅から手軽に登れる山、鶴島御前山のお話です。駅トゥ駅でビュースポットがある山をお探しの方にはおすすめですので、よろしければ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。まずは上野原駅を出発してからこちらの登山口を目指します。何もない山頂を通過してから今回のメインスポット、ハサミ岩に向かいます。その後は御前山分岐に向かい、高専川登山口を経由して駅へと戻ります。コースタイムは約2時間半と、まさにお手軽プランです。時刻は朝の8時、 JR 上野原駅を出発です。トイレですが、ホームとあちら改札外にもありますが、どちらも数は少ないです。まずはこちらに進んでいきます。橋を渡り終えたら、この交差点まで進み、ここを右に曲がります。ここは右の上の方に、そう、獣よけフェンスに着いたらいよいよ登山口です。このフェンスは開けたら必ず閉めましょう。ちなみに今回の同行者は妻です。本当に久しぶりの登山なので心配しています。今回は2時間半の緩い行程のはずなんですが、実は裏があります。その理由はこれです。なかなかだね。行きますかいや、朝一なかなかの登りだね。まあ、ただしっかり歩かれてね、整備がされてないわけじゃないからね。まあ、ここでも使うほどでもないね。ね、逆にこっちを下りで使う人のためかもね。いや、ここもなかなか。妻は休憩中です。ゆっくりでいいよ。いや、ここもなかなかハードだね。そっちの岩場の方歩きなよ。
あんまりロープは頼りすぎない方がいいね。あ、まだこの先もあれか、連続して補助ロープで工作してるんだ。まだまだくぐりそうです。まあただ道は明瞭だね。迷うことはないね。疲れちゃった。傾斜は全然違うよ。その代わり距離が短い、全工程が短いってことで。もうすぐだよ、もうすぐ山頂だよ。ここは少し補足説明をします。右側に間違った踏み跡がついて危ないですね。踏み跡つけたって道がついてるんだけど、本来の道はこちら、本来はこちら岩の方に上がってこの岩沿いを右に進みます。あ、本当だ、赤いリボンがある。ちゃんとこう道がこういう感じで続いてる。こっちに行きましょう。うわ、でっかいキノコ、これぐらい。うわ、しかも2連続で。うわ、こっちにも。これ毒だろうな、俺だもんね。ああ、でちょっと今登りきった感じだね。あ、祠発見。何の神様なんだろう。山の神様かな。やっと少し景色が見えるようになったね。でもね、風が通るから涼しくて気持ちいいね。ちょっとまだヤブがあるね。もうちょっと時期が経てばこの辺の植物もねなくなって快適になるんだろうけど。そしてこの地味な眺望なしの山頂。うわ、すごいな、ヤブが。この後の進行方向は道なき道です。そう、そこ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 を突破して、そこ、ここ、ここ、ここもガーンと。普通山頂周辺って一番整備されてますよね。ジャングルですよ。うわこっちだ、こっちか、こっち、こっち、こっち。こっちです。いや、ちゃんと踏み跡を見てれば、必ず迷わないようにするには踏み跡を確認しながら、こういう感じだ。あんなにさっきのところね、ブッシュなのに、ここだってもっとブッシュになってそうだもんね。普通に考えたらここはかなり快適。そしてすぐにハサミ岩に到着します。気づかない可能性があるので注意をしてください。お昼はファミマのおにぎり。うん、
こセット。里山風。なんだそれ。お腹を満たして景色を満喫したら出発です。ハサミ岩直後の下り、ここなんですがかなり急です。距離自体は短いのですが注意が必要です。怖っ。こっちですね。こっちに向かっていきます。結構細いな。ちょっとね、台風の後とかこの辺怪しいよね。まあ今現在は通行には問題がないけど、沢地系沿いだとどうしてもね、こうやって荒れてっちゃうよね。落石注意。そんなに落石ありそうかな。微妙なアップダウンを繰り返しながら全体的には高度を下げていく感じですね。どっちもどっちだね。ここどっちもちょっと気をつけた方がいいね。滑りやすそうだから。ここだけ通過しちゃえばね。頑張れ頑張れ。はい、お疲れ。こっちは道ではありません。うん、歩いていると立派な木が現れました。山梨県指定天然記念物、鶴島のムクの木です。もうここまで降りてくれば駅まであと少しです。では最後に今回のコースの注意点を3つお話しします。まず1つ目は、逆回りのコースはお勧めしません。もう前半で見ていただいた通りですね。2つ目は、雨の日または大雨台風の翌日もお勧めしないということ。もうこれはコース状況がどういう状況になるかわからないので注意が必要ですよね。最後3つ目は、このコースはほぼ休憩場所がないということです。休日どれぐらい混むか分かりませんが、やはり空いている平日が良いでしょう。ビュースポットのハサミ岩も5人入れば限界ですね。いかがでしたか？
約2時間半の行程を撮影休憩込みで4時間かけて満喫しました。混んでいなければ手軽に迫力のある景色を楽しめる良い山です。平日休みが突然入った、そんな時に登ってみてはいかがでしょうか。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も今のところ参考動画を予定しています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。